看板に当たりました。おめでとうございます。使い方はこういう使い方もできますし、こういうこういうのもできます。皆さんぜひガチャガチャお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、みんな松本持ってこうぜ。今日は何ですか。はい、こちらは、はい、カフェのカレーでございます。こちら初めて食べる、いただいてみたいと思います。とてもマイルドで口当たりがすごく良くて、まるでカレーですね。また来週。ありがとうございます。あ、こんにちは。今日はザスパの金の唐揚げ、違うな、ロカの生ビールです。いただきます。群馬の味がします。ありがとうございます。はい、今日は唐揚げのめちゃくちゃ冷めてる。僕が何食べてるんですか。場内では感度持ち込みがリッチとなっております。ありがとうございます。カレーとフランクフルトで、あ、美味しそう。食べて頑張ります。頑張ってください。本日は煮出しのお茶をいただきたいと思います。よく混ぜたよ、ね、よく混ぜた、ね、しっかり混ぜて、また愛談での感染コーナーです。ご理解とご協力をお願いします。本日より新型コロナウイルスの対策とか、いい感じの辛さで、やっぱ混ぜそば美味しいですね。はい、でニンニクもいい感じに効いてて、とても美味しいのでぜひ皆さん食べてください。ありがとうございます。100かけ4くだ100。今日は何番が決めると思いますか。8。優勝。優勝。結構リアル。優勝でも次に取っといた方がいいかも、ね。結構リアル。なるほど、なるほどね。優勝かもしれません。頑張ろうね。バイバイ。バイバイ。女子みたい。
戦ですね。アウェーの松本戦なかなかね勝ってるイメージがないので、まあ今日は勝利をつかみ取れるように今日も最高の一日にしようということで頑張りましょう。どうぞ。何です、何にしたんですか。牛丼。牛丼ですか。牛丼にしたらしいですね。美味しそうですね。美味しそう。本日の朝食はこちらになります。なんかすごい美味しそうな朝食セットを、いただきます。え、まず本日の方はい、着きました。アルウィンですね。久しぶりにアルウィン来たんで、ね、気分が上がると思うんですけど。まあ、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、いい準備します。やばい、痛いって言われる。大丈夫。10年ぶりのアルウィンです。本当に多分大体10年ぶり。めっちゃブリブリやん。まあ、ブリバリやな。え、なんか意気込みないっすか。いやね、ここはもうしっかり練習して。練習ね。山賀さんなんかネタ団とか用意してるんで。あ、そうなんだ。なんかでここから頑張ろうみたいな感じで言ってますけど、まあ、頑張らせないよってパルセロとチェンジでお願いします。俺こっちがいい。超田辺。あ、そういうこと。なんでみんな普通にいけるんだろう。俺外しそうな気がすんだよ。枠を外す。それ枠を外す。枠を外したらやばいね。やりかねないから。痛い。キスケ。痛い。ゆくせうまい。いいコース蹴るんだろうな。いや、神様コースだろうな。純也。あばあばじゃん。いや、それはね、取り行った方がいいよ。それはね、めちゃくちゃ。よし。マジであれはネタになる。
やばい。うわー、今日勝ちでめっちゃ落としてるぞ。2対2だ。今日の試合、前回ホームで勝って、まあ、今日の試合ですけど、あの本当にやっぱ前回勝ったものの、やっぱそこで浮き足立つと絶対にあの足元救われると思うんで、もう一回まず今日の目の前の1試合に集中して、この試合相手が、まあ、最下位だっていうのはあるとかそういうのは除いても、やっぱり一個一個大事にやっていかなくちゃいけないと思うんで、まあ、それを取るために、まあ、前回の岡山でもちょっと前半あの噛み合わなかったところもあったんで、そこを闇雲に入れるんじゃなくて、やっぱ状況を見て入れる部分と向こうの雰囲気、手拍子、太鼓に飲まれないように読みながら入れていくところと、まあ、攻撃、守備の部分もそうですけど、メリハリつけてやっていきたいと思います。やばいやばい。はい。頑張りましょう。バモバモ。はい。ホッシーの風刺なんで。はい。絶対勝ちたいです。なので、もし今日は力を貸してください。今日も最高の1位にしよう。本日はポテトと鶏肉になります。こちらポテトの方には、チーズがかかっており、こちらの鶏肉の方もタレがかかっており、はい、じゃあ鶏肉の方いただきます。すごい、これはすごいです。これはすごいです。あの焼き風味、焼き風味風味がすごいです。肉汁もすごいです。肉汁もすごいです。ポテトの方も、はい、いいな。これで1杯になります。チーズとのマッチング、これはもう素晴らしいです。マッチング信頼率 100% です。以上です。ありがとうございました。試合で取り返して、まあ、ここから山形、ヴェルディ大宮と3連戦続くけど、しっかり勝てるようにみんないい準備してほしいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、頑張りましょう。